あなたの心のミグル族、須山拓司です。アニメや漫画より楽しむための動画をお送りしておりますということで、ね、そんな今回のテーマ、無職転生第9話の感想&考察。高速展開にエスパー伊藤もびっくりということでございましてですね、ちなみに私はですね、アニメで放送された部分の原作ラノベのね、2巻と3巻を読んだ上でですね、アニメだけでは分かりづらい部分の原作解説も加えたね、ネタバレ注意の感想や考察を語っております。はい、ということでですね、今回の第9話の感想を一言でまとめるんだったら、またよりくらいって一気にスピード上げてきた高速展開っていう具合なんでございますけども、ちなみに今回はですね、原作ラノベ3巻のね、1話から5話途中までをなんとアニメ1話でまとめてくるというですね、ハイスピード感となっていたわけでございます。まあ、それまでのね、無職転生は大体原作のね、1話から2話ぐらいを使った点といえばですね、まあ、今回どれだけすっ飛ばしてきたかわかるんじゃないかなと思うわけでございます。いつもの2倍以上ということでですね、まあ、カットされた部分はですね、ルディのまあこう心境部分だったり、あとスペルト族のね、歴史とか、あとルイジェルトの思い、そしてですね、両親のこのロキシーに対する思いなのですね、まあこの辺の、詳しく知りたい方はですね、原作を読むとね、より分かりやすくなっていると思うと思います。まあですね、わーわー言うておりますけども、今回もポイントに絞ってですね、感想と考察を語っていきたいと思います。ちなみにですね、ブログ版またはこの動画の概要欄でですね、無職転生とのこの原作並ぶで、漫画の試し読み、そしてですね、その他のですね、関連動画もまとめております。気になる方はですね、そちらもチェックしてみてください。さあ、今回はここから前世の男杉田さんの異世界転生終了というね、始まりと見せかけておいてですね、精神体ってですね、人神はややこしいことしてんじゃねえよというですね、始まり方でございました。この人神の見た目はね、想像通りだったんでございますけども、まあ、こちらね、100万の命の上に俺は立っているに出てきたちょっとゲームマスターとですね、見た目かぶってるよねという具合でございまして、もちろん無職転生の方が先なんでございますけども、まあ、アニメしか見ていない人はですね、そんな風に思った人もいたんじゃないでございましょうか。まあこの見た目だけでなくてですね、まあ、声もね、男か女か判別できないとですね、原作では言ってたんで、担当声優をですね、あのナルトのオロチマルで有名なクジラさんにしたのはですね、抜群のキャスティングじゃないでございましょうか。そんな人神がですね、アドバイスをしようとするのに対しましてですね、この杉田さんのネガティブ発言でもうことごとくこう邪魔してくるですね、言って、どんだけネガティブなんだよってですね、このやり取りだったんでございますけども、新たなですね、この人と神様のね、転換を見せるようなちょっとね、シュールなコントになっていたわけでございます。ちなみにですね、これアニメだとですね、オープニングの部分だけで終わってたんでございますけども、これ原作ラノベだと杉田さんのこのゴネゴネだけですね、なんと一話丸ごと使うということでですね、どんだけゴネてんだよというですね、なかなか攻めた構成となっているわけでございます。まあ、ただね、この杉田さんが言うように人神がね、うさんくさいというのはわかるんでですね、まあ、ストレートに信じないこの杉田さんのね、この反応の方が正しいのかもしれないわけでございます。まあ、そもそもですね、神様じゃなくて、まあ、人神と言ってるあたり、私たちがこう想像するあのね、深海にいるような神様とは違うね、存在じゃないかという疑惑も浮かんでくるわけでございます。まあ魔人とかね、竜神もいるんで、まあ、その区別としてね、まあ、人神と言ってるかもしれないんでございますけども、まあ、この雰囲気からですね、何かこう悪い思惑があるのは間違いなさそうでございます。さて、アニメではですね、ルディとエリスの転移から人神とかね、あの杉田さんのゴネゴネに突入したわけでございますが、原作ラノベの方ではですね、転移からですね、2回終盤になるんでございますけども、この間にですね、ロキシーとね、ギレーの話もね、挟み込まれていたわけでございます。まあこれね、後で出てくるかもしれませんけども、まあ丸々カットという可能性もあるんで、ここでね、軽く触れておきたいと思います。まあ知りたくない人はですね、ここのチャプターはね、飛ばしちゃってください。よろしいでございましょうか。ロキシーの方はですね、このアニメ8割も描かれたように、あのでかい、ね、光の柱を見たことによってですね、ルディが心配になってシーロン王国からですね、再びねルディたちが、ね、いるですね、あのアスラ王国に戻ってくるわけでございます。まあ、シーロンをね、出る時にですね、あのバカ王子に邪魔されたりするね、コメディーあるもののですね、アスラについてがあるんですからね、これシリアス一辺倒となっているわけでございます。まあ、このロキシーがですね、まあ、ルディやゼニスたちをね、どれだけ大切に思っているのかね、描かれているわけでございまして、このロキシーのヒロイン力が再びグググググッとね、上がってくるですね、エピソードなんかが描かれているわけでございます。そしてですね、このギレーンの方はですね、ルディやエリスたちとはもうこの別の場所、しかもですね、戦争を行っている国のですね、戦地真っ只中に転移させられるという、ね、なかなかのハードモードとなっているわけでございましてですね、ギレーンの方はですね、ロキシーとはまた違う獣のようにね、戦ってですね、エリスやこのルディを探すというですね、冒険がね、描かれているわけでございまして、このエリスに対する忠誠心はですね、もうまるでね、武士のようとなっております。またですね、この剣王がね、戦
戦場でですね暴れ回る姿はですねこう神と崇められるレベルとなっておりましてですね、この2つのエピソードはですねロキシーファンとそしてギレーヌファンはね、胸熱展開になっているんじゃないかなと思います。さあ本編の方に戻りましょう。ルディが目を覚ました目の前にはあのスペルト族がとなっておりましてですね、ロキシーにはね決して近づくなと言われていたんで、まあ、最初はねこう逃げようとするんでございますけどもね、人神のこのアドバイスを思い出してですね思いとどまることになるわけでございます。まあ、ここのね、心の攻防戦もね原作だとねかなりねがっつりと描かれたわけなんでございますけど、その辺もかなりカットされておりますね。またですねアニメでは同じくねかなりカットされたんでございますけども、まあ、原作でこのねルイジェルドについてもね詳しく描かれておりまして、それによるとですね約500年前に起きた、まあ、歴史上最も新しいね、人族とこの魔族の戦争であるねラプラス戦役でスペルト族を率いるリーダーとしてですね参戦した男となっておりまして、年齢はですね500歳を超えてからですね、数えるのをやめたということでかなりね年齢もいってるわけでございます。まあ、スペルト族のね、激しい差別はですねマタイ陸では今ならね、続いておりまして、このルイジェルドがですね街に近づいただけでですね自警団に追い回されるレベルとなっているわけでございましてですね、かなり長い間迫害されているわけでございます。なのでですね魔族よりもさらに偏見が激しいであろう、まあ、人族のねこのルディやエリスを助けたけれど、まあ、自分の顔を見たらすぐ逃げ出してしまうであろうというね、そんな諦めの表情がですね、ここにね出ているわけでございます。そんなマタイ陸でも安定のヒロイン力、それがエリスでございましょう。スペルト族を見てねこうやって泣いちゃったのはねかなり意外だったんでございますけどもね、こんなギャップもあるんだという具合でございますけども、まあ、その後の復活の速さはさすがのエリス城ということで、まあ、原作だとねルディがその泣いてるエリスをいじってですね復活をこう早める笑いをね、起こすというコメディもあったんでございますけどもね、特に面白かったのがねこのね挨拶の部分でございましょう。はじめましてエリスボレアスグレイラットですというね、この挨拶に対してですねあのルイジェルはですねエリスボレアスグレイラットか変な名前だなっていうかあの返すくだりはね、笑ったわけなんでございますけども、まあ、そこでですね、すぐにいつものこのねノリで突っ込みのねエリスの凄さでございましょう。またリークに来てもですねあの声の大きさとですね態度の大きさわからない、そこに痺れる憧れるというですね、エリスでございます。まあ、ルディだけでなくてですねこのエリスもセットで転移させたのはですね大正解というわけでございましょう。まあ、今までの流れだったらですねまたヒロインねまた大陸編で変わるんじゃないかなとね、心配してたんでございますけども、そしてマタイ陸のままの事情でございますね。スペルト族の額の赤い宝石をですね、レーダーの役目もね、果たしておりまして、まあ、これによってですね、敵より早く相手を見つけてですね、高い確率で奇襲で成功させる上にですね、相手から奇襲をされないというのがですね、スペルト族のね、強さの秘密となっているわけでございます。これは確かに強力でございますけどもね、まあ、これを駆使してですね、まあ、ルディやエリスに戦わせですね、ルイジェルドがこれ移動途中の魔物をね、排除していたわけでございます。ここで待てって言ってですね、タタ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 タって言ってね、倒してくる。そしてまたタタタタタタタって言って戻ってくるって描写が描かれてたんでございますけどもね、アニメだとその辺ちょっとねコメディになるのか描かなかったわけなんでございますけどもね、アニメではですねこれ一度しかやってませんけども、まあ原作ではですねこれね数十分に1回のペースでやってたということで、マタイ陸のエンカウント率の高さは異常でございます。ちなみにですねルディたちが住むあのアスラ王国があるね中央大陸などですね1時間に1回ね遭遇するかしないかのレベルだったでございますんで、マタイ陸はですね中央大陸のこの何倍もですね魔物が多い上にですねその強さも上がるというですね、かなりですね過酷なね旅をねする場所となっているわけでございます。ちなみにですねルイジェルドのねこの魔物を見つけて走り出すスピードはですねかなり速いらしくてですねもしかしたらですね敏捷性はねギレーヌ以上かもしれないとですね、ルディは評価しておりました。ロキシーがたくさんいるミグルト族の村に着いたよということでですね、ロキシーが44歳とですね前世も合わせたルディと同じ年だった衝撃とともにですねロキシーがなぜねあんなちびっこかった理由もね判明しているわけでございます。ただねロキシーはこれをコンプレックスだったみたいでですねルディにはそのことを一切教えてなかったということで、今回ミグルト族のね村でねかなり衝撃をね受けることになったわけでございます。まあ、これに加えてですね原作ではかなりですね、失礼なね杉田さんの心の声が溢れんばかりね語られておりましてですね、ロキシー父についてはですね中学生のみたいなね偉そうな門番だなとか言ったりとかですね、こちらのね村長がやってきた時はですね中学生みたいなとっつぁん坊やがやってきたねみたいな、ね、感じでね、なかなか、ね、笑いにね、攻めてのね描写となっていたわけでございます。まあ、今回はですね特にアニメでね10倍ぐらいですね原作ではね杉田さんの心の中でいろいろと言ってたわけでね、その辺なんかも楽しめるようになっておりまして、さすがにですねこの村長がねとっつぁん坊やではまずいと思ったのかですね、まあ、アニメの方ではちょっとね、受けさせた感じのデザインにはなっておりました。
たけれども、さあ原作の方ではね、このミギルト族の方のね村事情の方も描かれておりましてですね、一言で表すんだったらですね、極貧というね村となっておりまして、世帯数は十数となっておりまして、男は狩りに出て女はね家を守るというね種族らしいでございます。まあね、男たちはですね、今回あのルイゼルドが倒したのでっかいね、神みたいのをね主に狩るみたいでございまして、その頃はですね、あの稲のね、屋根に再利用することによってあんなね神みたいな家にね、なる形となっています。またですね、このエリスが騒いでいたね、このマリオラはパックフラワーみたいなやつはですね、畑に侵入するこう害虫をね、対策するみたいなね、なものとなっておりまして、そしてですね、ミグルト族同士はですね、言葉を発さずね、年話でね、普段から喋るそうで、まあ年話ができなかったロクシーはですね、そんな村に馴染めなかったからね、村を出ていったらしいでございます。そして、ルイジェルドが明かすスペルト族の真実でございますね。この顔、コワッとね、なりましたけど、それぐらいの怒りがあるということでございましょう。まあ、ラプラスに与えられたね、呪いの槍によって敵味方関係なく襲うね、惨劇を引き起こしてしまったとはね言われておりましたけども、まあ、ちなみにですね、これ原作だともっと詳しく語られておりましてですね、なんと最終的にはラプラスの軍勢に囲まれてですね、村ごとですね焼き払われたというのがねスペルト族となっているわけでございます。ひどい仕打ちでございますけどね、それに勝ったルイジェルドがですね、このラプラスと人族の最終決戦に割り込んでね、一矢報いたとかいうね話なんかもあったわけでございます。まあ、ここでわからないのはですね、ラプラスがなんでそんな強力な味方であるはずで、このスペルト族を裏切ったことについてでございましてですね、まあ、強すぎて脅威に、ね、思っていたとしても戦争中にそんなことしたら、まあ、戦力ダウンしちゃうというのはね分かるんだろうでございますけどもね、まあ、そんなことをしてるからですね、結局ですねラプラスはね戦争に負けちゃってるしね、バカなのかってですね、感じもするんでございますけども、ちょっとね今のところラプラスの人となりがわからないんで、なんとも言えないところでございます。まあ、ガンダム好きの私といたしましてはですね、ラプラスと聞くとですね、ガンダムユニコーンかなってね、ちょっとね思ってしまうんではございますけども、そんなスペルト族へのね差別とルイジェルドのね後悔が杉田さんの胸に刺さるというねシーンでもございましたけどもね、ちなみにアニメではねあんまり心境描かれておりませんでしたけども、杉田さん人神をかなり怪しんでいておりましてですね、人神の言う通りに進んだらねまずいと思っておりまして、この時まではですね、ルイジェルドとは、ここで別れてですね、エリスとねルディだけでね、2人で旅する予定でございました。そんなね決意もひっくり返すねルイジェルドの話となっていたわけでございます。なぜだかわからないけど心に響いたんだとかね、言っておりましたけども、まあ、これはですね差別や後悔といった部分がですね、まあ、前世の自分の思いとも重なったというね、強く惹かれたということなんでございましょう。まあ、前世と今をですねここまでリンクさせてくる世界転生ものもなかなかないよと。そしてロキシー父のロインも若かったけど、ロキシー母のロカリーはもっと若々しいじゃないということでございまして、そしてみんなロが好きねっていう名前なんでございますけどね、見た目だけじゃない、声もリアクションも102歳と思えんでっていうねロカリーなんでございますけどね、そしてですねルディのですねお父さんと呼んでもいいですかっていうのはですね、これロキシー攻略を始めるというフラグなんでございましょうか。いくら前世も合わせた年齢が同じとはいえですね、今はこの10歳のルディがですね44歳のロキシーに本気に行くのかっていうのはね、ちょっと気になるところなんでございますけども、ちなみにですね、ロキシー両親がくれたこの剣とね、このもう一つの方はこちらはねまたいでくるお金となっているわけでございます。こちらですねアスラ王国のお金と比較するとですね、10分の1のね価格しかないということで、まあ、人間が住むこのマタイ陸、中央大陸とですね、魔族が住むこのマタイ陸の経済格差の大きさもね、伺わせるですね私兵価値となっているわけでございます。はーい、ということでね、今回の話をまとめるとですね、俺たちのためはまだまだこれからだっていうね、始まり方でございました。そしてですね、人の命と初仕事というね次回タイトルからですね、次はですね冒険者としてのですね本格的な活動になりそうでございますということで、ね、こういったアニメや漫画をより楽しむための動画を随時上げておりますので、チャンネル登録もしくはですねグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。